こんにちは、富士天然温泉源氏です。これは当店レストランおすすめ2019年4月版ベニア弁当の、蒸し豚ナムルアイになります。当店は和漢豚菜ということで、和食と韓国料理を融合させて、それを豚をメインでいただくっていうコンセプトになってるんですけど、もうそれを体現したような料理ですね。これはこの蒸し豚は今ちょうど当店のテーマソングが流れてますね。関係ないですけど、時間になったら流れます。この蒸し豚に戻ると、蒸し豚はですね、韓国料理のやっぱ代表作。ほんでこのナムルっていうのも、この韓国の野菜の和え物なんですけど、この中身がね、きゅうりとかセロリとかね、こう春の野菜になってます。なんでこうしっかりね、この日本の和食の春のテイストを取り込んで、韓国料理を食べる、もうまさに贅沢な一品になってますね。食べてみたいと思います。豚の旨味がやっぱめちゃくちゃ出てますね、蒸し豚は。あと豚も結構噛み応えがあるんですけど、ナムルの食感が美味しいですね。シャキシャキしてて、美味しい。ぜひ当店来てね、ちょっとどれにしようかなと迷ってる方は、このベニヤ弁当頼んでいただけたら、その月限定の、ここでしか食べられない料理が食べられるので、とても楽だと思います。ぜひ楽しんでほしいと思います。以上です。